住民アンケートがあったんですよ、仙台市から。せっかくここで一生懸命そのコミュニティを作ったのがまたちりぢりバラバラになるわけ、今現状だとね、わけだし、こう非常にやっぱり住み心地がいいから、ここに作ってくれたら最高なのにねっていうのが結構意見が多かったんですよ。じゃあここに作るっていうその住民運動をしましょうよと。学識経験者、有識者を入れて、より強固にした形で提言ができるような組織にしたいと。それで第1弾がこの間の8月10日の署名活動につながっているわけですよ。約4000署名が集まりました。共助型コミュニティか、そのコミュニティ構築を考えた公営住宅ってもうあるんですよ、たくさん。かなりね、そういう意味ではこれを壊し、また復興住宅で壊して一からまた構築するっていうのは正直僕は本意ではない。両側にテラスがある。で、片方はメインのテラスですね。で、片方は自分のテラスですよ。で、ここの、共用のテラスのところには引き戸になってて、そこから明かりが見える。あとはその人の気配を感じれる。ガラッと開ければ私たちが通ってるのが見える、でも戸を閉めれば、とりあえずその気配は感じるような。で、実際に神戸でやっぱりその成功しているところがあるんですね、で、そういうところも私たちはできれば先進事例として、成功事例として僕たちは見に行きたいし、で、失敗しているところもあるので、そういう失敗しているところもできれば見たい。なんで失敗したのかっていう、もしね、みんなが集えるような庭ができれば、そこでみんなでバーベキューやりたいです ね。そこにはこうおじいちゃんもおばあちゃんもいてね、あと若者もいて子供もいてっていうのが、そういうのができればいいですね。